ラックスター250の紹介動画撮っていきます。まず車両の状態から見ていきます。外装部分は全体的に若干のくすみと傷があります。燃費パーツ部分もですね若干腐食があるので、この辺りはよく画像で観察されてください。エンジンの状態なんですが、こちらはセル一発で始動して吹き上がりもよく調子のいい状態です。また納車整備でしっかりと見ていきます。タイヤなんですけど、ひび割れが前後ともにあったので、こちらは新品にしてから納車になります。気になる走行距離なんですが、14,000km 台、まだまだ走れる車両となってます。今福岡店に展示しているので、お気軽に見に来てください。お待ちしております。